で 0. 何秒後に音が聞こえていくっていうのを全て計算した上で楽器を吹いているということでございますので、まあ、そんなことを意識しながら聴いてもらえればなというふうに思います。そして次はまた歌ってちょっと大きいラッパですね、トロンボーンという楽器でございます。先ほどまで紹介した楽器に関しましては全てボタンがついておりまして、それで音を変えてたんですけども、この楽器につきましてはこのスライド、ボタンがついておりません、スライドで音を変えるね、わけでございますので、これはなかなか神経質な人にはできない楽器でございます。少しね、大雑把ぐらいの方がやれる楽器じゃないかなというふうに、言われておりますですね。それからこれはなかなか馴染みのない楽器でございます。ユーフォニアムという楽器ですね。ちょっと形もなかなか皆さん見たことないと思うんですけど、ベルが上を向いております。非常に、ね、優しい音がいたします。ユーフォニーっていうね、豊かな響きがするという名前の意味を持った楽器でございます。すごい柔らかい音がいたしますのでね、聴いてもらえればと思います。そして、一番大きな楽器、私もこれ担当しておりますが、チューバというわけですね。金管楽器の最低音符を支える楽器でございます。バンドでいうところのベースね、エレキベースなんかのパートをしている楽器でございます。なかなか目立つ楽器じゃないんですけども、まあ、縁の下の力持ちということでバンドを支えている楽器でございます。以上のね、ご紹介いたした楽器がですね、次の曲ではソロを奏でます。今ご紹介しましたが、全てないですね、ほとんどの楽器が皆様ご存知の演歌に合わせて、ソロを奏で皆様にその音色を披露いたします。題しまして、ドエンカエキス、あ、そうか、打楽器があったんですね。管楽器だけですね、すみません、言ってましたけど、これね、一応他にも、リズムをね、刻んでおります打楽器もね、ありますので、まあ、それもまあ見ながら聴いていただければと思うんですけども、ね、まあまあ、打楽器は基本的にずっと叩きっぱなしですので、あまりあれですけども、ということでね、題しまして、ドエンカエキスプレス第3番。ということでございます。有名な演歌や歌謡曲、これド演歌ってついてますけど、演歌じゃない曲も入っておりますが、そんなね、有名な歌謡曲が8曲メドレーで流れてまいります。内容につきましてはプログラムに曲順、曲名書いておりますのでね、それを聴きながらご参照いただければと思います。次々と音楽流れてまいります。曲はすぐ変わりますのでね、エキスプレスだけに乗り遅れないようにだけよろしくお願いいたします。それでは聴いてください。ド演歌エキスプレス第3番です。
ました、ドレン解決フェス第3番でございました、まあ、皆さんも、ね、知っている曲もたくさんあったかなというふうに思います、次に演奏いたします曲は、菅野陽子さん作曲の花は咲くという曲でございます。こちらはでもです、ね、先ほどの UK100% と同じく東日本大震災の復興支援ソングとして、ね、認定されております。この曲はその東日本大震災のためだけに書かれた作品でございます。メロディーラインがとても美しい作品となっております。この作曲者の菅野陽子さんという方なんですけども、アニメで言いますとカウボーイビバップっていう、ね、アニメの曲なんかも、ね、手掛けてられる方なんですけども、この方が被災地である仙台市の出身であるということから、この方に作品の移植が来たというところでございます。こちらまた、プログラムにも書いておりますが、菅野陽子さん自身はですね、この曲が何のために書かれた、何のために作られたかなんて忘れ去られて、歌い継がれていくような作品になればいいなということで、そんな作家菅野さんの思いが込められております。昨今ですね、中学中高生のこれ学内合唱大会の中でも、ね、取り上げられる作品だそうでございまして、もしも皆様この中で、ね、歌詞を知っている方いらっしゃいましたら一緒に歌っていただければと思います。それでは聴いてください。菅野陽子さん作曲、花は咲くです。
ありがとうございました。菅野陽子さん作曲、花は咲くでございました。ここでね、少しだけコマーシャルを入れさせていただきます。本来ですね、最初に、申し上げました通り、この演奏会は日頃の感謝の気持ちを込めてというところと、それから、当団を身近に知っていただくということが目的なんですけども、それともう一つ目的がございまして、今日本日ですね、このプログラムに挟んでありますかね、朝倉圭人さんという方の、講演会のチラシが挟んであると思います。自分らしく言うことですかね、なんかされてましたけども、その講演会で講演されます朝倉圭人さんの方から、今から、少しだけコマーシャルがありますので紹介いたします。どうぞ参加さん、お願いします。今日講演会のコンサートをさせていただきます朝倉圭人です。次の方で出演をさせていただきます菅野智美です。よろしくお願いいたします。少しお時間を頂戴いたしまして、区民センターの大ホールの方で、14時開演になります。13時開業で朝倉圭人講演会&コンサート、自分らしく生きることということで、お話と歌と皆さんに楽しんでいただけると思います。チケットの方は当日券もございます。大人1000円、中学生以下500円、未就学児、障害者の方は無料になっておりますので、ぜひこの後よかったら大ホールの方に足を運んでいただけたらと思います。楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひお越しください。お願いします。ありがとうございました。演奏会の後に、少し小休憩挟みまして、大ホールの方で、楽しんでいただきまして、またその、講演会の後に我々演奏するんですよ。また、ちょっとややこしいですけど、とりあえず今日これやりまして講演会でやりまして、講演会終わったらまた我々演奏するという、大変盛りだくさんなプログラムでございますので、もしよかったらね、ぜひとも行ってあげていただければなというふうに思っております。お願いいたします。それではまたプログラムを進めてまいります。次に演奏いたしますのは、今までとね、打って変わったうんとポップな作品をお届けいたします。人気絶頂のアイドルグループ AKB48 ですね、の作品というか、そのチャートが歌っております、恋するフォーチュンクッキーという曲でございます。これまでの、AKB の作品と違いまして、80年代のディスコ調を感じさせるようなナンバーとなっておるそうでございまして、秋元氏もですね、サウンドにもかなりこだわって作ったということでございます。この曲は振り付けですね、今までの覚えにくい振り付けと違いまして、この振り付けはパパイヤ鈴木さんが担当されたそうでございまして、すごい覚えやすい、子供から大人まで楽しく踊れる、振り付けとなっておりまして、いろんなサークル団体や企業の企業とか踊った動画を YouTube にアップロードして宣伝なんかもしております。ちなみにうちの楽団でもね、踊れる人は数名いるんですけど、